古い西への時代から日本に伝わる怪談や怪異タンタン。それらは人間社会に潜んで暮らし、特殊な力を持つ怪物獣なる存在の仕業だった。7月に最新の14巻が刊行された、獣事変、集英社、ジャンプスクエアで連載中、は、人間と怪物との間に生まれた少年、夏羽カバネが、怪物との関わりや、人間を支配する力を秘めた石をめぐる戦いの中で成長する姿を描くが、物語の根底には、現実社会にも必要な大きなテーマが横たわる、舞台は、かつては共存していた怪物の存在を人間が認知しなくなった現代日本。作者の相本翔翔さんは、幼い頃から慣れ親しんだ妖怪の話や日本神話などから着想を得たという。神話は、自然災害のように、人間の想像の範疇範疇を超えるものを神に例えて納得しようとして生まれたものではないかと思った。怪物たちも、人間からそんな風に見えていたら面白いな。13歳の夏羽は人間と式クーラーとの汎用で、不死身。親がおらず、人間らしい生活や教育を受けずに育った。常識に疎く、はじめは感情の変化にも乏しい。ランポンさん曰く、空っぽの器、それが、化け狸化け狸の隠れ神、具も荒くねの汎用の折、雪男子雪男の子の将ら様々な怪物と共に、多くの問題を解決する怪物や、となってから変化が訪れ、少しずつ感情を表に出すようになっていく。さらに親の手がかりを探すために、怪物の力が込められた、結石、集めに向かうと、石を使って人間の支配を目論むか狐化け狐のトップ、稲荷やその部下たちとの戦いが始まる、夏羽に試練を与え、感情をどう引き出そうか、どう困難を克服させようかと、夏羽の器にどんどん物を入れていくイメージ。何かを失う話ではなく、必ず何かを手に入れる物語にしようと考えています。迫力あるバトルシーンや、素直でまっすぐな夏羽たちの成長が物語の読みどころではあるが、そこにはもう一つ、現代社会にも通じる大きなテーマがある。共存です。タヌキやキツネだけではなく、猫、蚊、カエルカエル、カッパカッパ、オロチオロチ、ヴァンパイア、様々な怪物が登場し、対立もすれば協力もする。怪物は、妖怪、というより、動物、獣、に近い存在という。戦いの中に、人間と猫股の愛、猟奇殺人を繰り返す恋人が生きられる世界を作ろうとする狐などの物語を書く一方、怪物の交配実験を繰り返す人間や、人間を食料に加工する工場なども書き、人間社会に対する皮肉も込めた、動物の繁殖、品種改良、絶滅危惧種の保護って、人間の都合だと思うんです。じゃあ、もっと上位の存在が人間を食料にしても、仕方がないのかなと。日々のニュースからもヒントを得ているという、なぜその問題が起きたのかが積み重なり、無意識に物語に反映された部分もあると思います。多様性にも興味があって、現代社会でも、自分と違う人を認めようとする考えが広がる一方、自分の理解を超えるものを認められない人もいる。作品を通し、私自身も考えていきたいなって。高校卒業後の18歳でデビュー、週刊少年ジャンプで連載された、保健室の死神、などが代表作だ。本作は2016年から連載が始まり、今年1月にアニメ化もされ、勢いに乗る。これまでは怪物中心の展開だったが、今後は人間たちが大きく関わってくるという。辛いことがあっても、漫画を読んだら元気になると言われると嬉しい。不死身の主人公が何とかしてくれる、そんなワクワクした思いで読んでもらえれば。